どうも、明けましておめでとうございます。2022年もよろしくお願いします。ケンタヨシと申します。私は今正月からね飲んだくれているわけなんですけれども、まあ来シーズン、あ、まあ今シーズンか、年明けたし、今シーズン、YouTube 活動に関してなんですが、ちょっと新しいまた試みというかチャレンジをしてみようと思ってまして、分析するチームをちょっと増やしたいと思ってます。まあ今まで通り制限金沢、まあこれは俺の心のクラブですからね、追いかけていきたいと思いますし、J2 は徳島ヴォルティスも、今回やろうかなと思ってます。今年もね、まあ徳島に関してはまあ去年からね始めたばっかだったんですけど、まあ結構やっぱ反響あったし、いろんなこう励ましとかねいただいて結構反響あって、まあ、今年もやってみようという形です。まあ多分いろいろこう変わっていくヴォルティスの、行くと思いますので、今年はねそこのなんかこう遍歴とかもちょっと興味ありますんで、見ていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。ただヴォルティスとツェーゲンは結構のそのアナライブ中心になると思う。ライブ配信、ライブ分析での中心が多くなると思いますので、そちらご了承ください。そして、J3、なんですけど、 J3 松本山雅も今年、やろうと思います。正直結構迷ってて、いや山雅はね、まあ、こういった状況ですからねなかなか難しいんですけど、まあ山雅やっぱ好きだし追いかけたいなと思って今年もやろうかなと思いました。まあなんでね、J1、J2、J3、全部こう見れたら、まあ俺最強になれるじゃんと思ったのもありますから、うん、今年も頑張って J3 も追いかけていきたいと思います。最強になりたいと思います。そして J1 なんですけど、J1 は今年はね、メイン、サブ、両方こう、2チーム追いかけようかなと思ってて、J1 のメインが、京都サンガ。はい、京都サンガ追いかけようと思います。決めました。で、サブが、ヴィッセル神戸もちょっとやってみようかなと思ってて、まあ、ヴィッセル神戸はたまにやるって感じかな。1ヶ月に1回ぐらい、まあ、動画出せればいいかなっていう感じの、チャンネルになるかなと思いますね。で、京都サンガに関しては、まあ、毎試合、追いかけていくという感じになってて、まあ、その、京都サンガなんでやろうかなと思ったかっていうと、まあ、去年出した動画の反響が結構あったのっていうのと、やっぱ長吉監督すごい俺好きで、長吉監督 のこれからをもっと追いかけていきたいなって思うのと、去年京都サンガが見せたサッカーすごく面白かったし超強いなと思ったから、あんなに貪欲なチーム俺今まで見たことないから、そんなチームが J1 どんな戦いするのかすごく興味あるんで、今年は、京都サンガの、サポーターの皆さんにお世話になりたいと、思います。楽しい動画作っていきたいと思いますんでよろしくお願いします。サッカーをもっと楽しめるような、動画頑張りますね。まあ、あとはやっぱサンガ女子可愛いかなっていうのもあるんですけどね。サンガ女子はすげえ可愛かったわ。サンガスタジアムにちょっと衝撃受けたわ、本当に。マジでみんな可愛かった。付き合いてえな、モテてえな。ただ、まあやっぱスタンスとしては、うちのチャンネルの、まあ俺のスタンスとしては、やっぱこの、なんていうか別にその、好かれたいわけじゃねえし、まあ別に嫌われたくないとか全く思ってねえから、まあ本当思ったことを正直に今年もやっていこうかなと思ってるんで、まあまあね、いろんな部分でアンチとかもついてきてますけど、まああんま気にせず、俺が思ったことを正直に話すチャンネルにしていこうかなと思ってますので、その中でまあみんなにね、何かしらこう、ね、1ミリ1分でもいいから、なんかこうためになることができればなと思ってます。話できればなと思ってます。まあなんせ今年1年も楽しんでいきましょう。じゃあよろしくお願いします。寒いね、こっちは。